朝から熊本の僻地へやってきました。五箇野荘ですよ。五箇野荘、クレコ、シーバル、モミギ、ニタオ、ハギの5つの集落を1つで五箇野荘、うん、え、平家の落ち武者とかってこと？平家の落ち武者の人が、うん、確か長男、次男、三男までが確か、長男だか、親方だか、長男がシーバル、うん、で、次男がクレコ、うん、で、三男が確か、ハギやなかったかな。になんか、それぞれいた。何しょん？いた。それ、バラやん。野バラやん。ああ。で、追って、で、菅原道真の子孫は確かその、似た音、その、もみぎ、うん、に、なんか、いらっしゃったっていうその伝説あくまで。へえ、うん。ねこっちちょっと行って。こっちこっちちょっとお参りしとこう。あこれ崩れそう。うんちょっと危ない。うん。こんにちはお邪魔します。あしょやっと来れた。いやここねずっと来たかったっちゃん。すごいところっす。本当や。というか、空気が違うっす。違う。寒いっす。ちょっとお参りして。寒いっす。あ、今日お金出す。今ね、払おうとしてたんですよ。いつもつけとかやけんね。いや、つけとけば100円ね。お財布はここでいいの？うん、そこ。はい、OK。あ、カメラ！うわ！うわ、すごいここ、うん、すごいね。あ、しょ。うわ、すごいこれ、でも。そこにお釜があるぐらい。お米炊くお釜があるぐらい。ああ。ちょっと暗くてさ、ね、懐中電灯ぶら下げときってあんた、配線に狂っちゃうから、ね。首から突っときって、それがもう頭で照らして。早く。何も見えやせん。見えんね。見えんねやない。見えんね。はい、電気つけたよ。はい。もうそげん変わりやせん。それぐらいじゃ。ここちょっと別に、ここはね、あっち行ってみようか、あっち。わぁ、これでもすごいよ。ここかな。うわぁ。あ、見て格子とかが素敵。ね。全然暗くて見えやせんって。そんなんじゃ。うん、もう次持ってきて、本当に。見てん、これ、あんた。意味ないけん。真っ暗、暗、暗。あ、ちょっと待って。これ持って向けて。これ UFO やない？もしかして。昔流行ったダブルダッチカセってやつ。ほら。三洋のダブルラチカセ。今時ないよ。ないよ。ないって。あ、これがヤマメ？ヤマメ。ああ。ほら。これをね、絶対食べなかったよ。川魚やろ？そうそう。へえ。外で焼いてくれてるんですか。すげえ。結構上の方ってまだ集落があるんですか。うん、ここが一番トッペンみたいな。あ、ここが一番トッペン。ずっと下りでまだずっと集落は、うん、廃校とかもあるっちゃろ。そうそう。ね。今一校しか残ってる。小学校はな。廃校？いやいや。あ、何人おるの子供？五人か。あ、すごい。全校で。あとは全部廃校になったったいね。うん、へえ。逆にか。うん。あ、そうそうそう。はい。それでは、八代市になるんですよ、ここ。八代市。五箇野荘ね。まとめて、はい。何でした？五箇野荘とは？さっき呼んできたやんか、あそこで。はる。シーバ？クレー。さっき覚えたろうが。もう忘れとる。やっぱボンクラやね。なんで？ちゃんとヤマメも持っときって。そしてこのヤマメが有名。ね。これね、さっき外で焼いてくれたっちゃんね。そうですよ、これめっちゃ美味しそう。ね、ちょっとかじって。やばそう。いただきます。おお。どけ。ああ、美味しい。美味しいよね。うん。塩味いい塩梅。美味しい。よかったね。めっちゃうめえこれ。ここに来るまでさ、多分3時間近く運転しとっちゃない？かなりね。そう。すっごい道。あのね、でっかい車ではね、うん、これんけんね、ここね。本当に、離合が大変な地区で。覚悟してきてください。覚悟。ガソリンは絶対に満タンで来ないけんね。
そしておうどんにも山根、見てこれ丸ごとよ。これすごい。すごいね。え、そして名産物のこれはゆずれんこん。ゆずれんこん、うん、からしれんこん、ゆずからし、ゆずごしょうれんこん、ね、そしてこれが赤鶏だって。赤鶏、ね、美味しいものばっかり。熊本はね、結構美味しいものがたくさんあるんですよ。わあ、いつも行ってその名産物をね食べる楽しみもありますね。じゃあハゲコ、ハゲコ、うどん食べてみて。あ、そばです。あ、そばか。そばです。あ、そばなの。あ、みそばなの。そう。いや、意外にそば美味しいよね。いやいや、そう。食べましょう。めちゃくちゃ量入ってない、なんか。結構ね、いい感じの。めっちゃ量入ってる。結構いい感じ。食べてごらん。どっさりなの。あんた最近美味しいもんばっかり食べとるね。だけど艶がいった。おー、どげんねん。あー、ね、赤鶏食べてみて。赤鶏、あれ、そばもまたいいですよ、これ。うん、鶏がね、おいしい。あ、甘辛く煮てて、うん、じゃあこの ゆずからしれんこんだっけ。うん、ゆずからしれんこん、うん、食べてみて。いや、忙しいです。いいって。忙しいです。これで鳥の近く、早い食べりって。忙しいです。あんた レポートしてよ、ちゃんと。あんた入ってないところ選んだろ、今。入ってないところ選んでますよ、これ。めっちゃでかいやつやね。悪いやつやね。めっちゃでかいとこ。じゃあ食べり、早い。熊本といえばね、からしれんこん、有名やけんね。うん、うん、辛い？うん？辛くない？ゆずごしょうなんて、ゆずごしょう食べやすい、うん、美味しい、いい感じ、ツーンとこんような感じ。全然くなる。あ、じゃあ食べやすい感じらしいです。むしろゆずごしょうなんで、うん、爽やかに爽やか、うん、このスープはどうですか。スープまだ入ってる。そんな文句言わんだ。まだ入ってる。今日一番下っ端やろうか。今日一番下っ端やろ。だこの状態スープ飲んだらしょうがないでしょ。大丈夫って。あったかいです、うん、おいしい。あったかい。何だし、わかりません。どんねん、声が強いからわかりません。ちょっと待って。あ、濃いね。醤油やね。醤油やね、これ。 あんまりいかけなこと言わんほうがいいですよ。カトリさん、それ飲んでみて。スープ、多分醤油系じゃないですか。醤油の他にこう何出し、何出し、いろいろ。顎？顎やないな。確かに。何やろ。難しいこれ。でもしっかりした味っちゃん、うん、これ。すごい美味しい。ね？優しい味、本当に。あ、美味しい。わあ、針見て、すごいね。天井。おお。天井の針がすごい。足元気をつけて。この辺は？あ、いたたたたたた。よっしゅ。あ、お風呂、お風呂がめちゃめちゃの。見て。ほら、すごい。すごいよ、ほら。お、何やこれ。お風呂めっちゃ洒落とる。かわいい、これ。タイルがかわいい。ねえ。ひょうたん、これこじゃれとるよ。こっち外は何やったっちゃろ。これ元五右衛門とか違うか。なんか書いてある。風呂に入るっているのは、これ昔のあれやない。ほらカタカナで書いてあるもん。ふたふたてふたてすあげ。風呂に入っているのは、うん、その下です。横はこれのこと。蓋って、これ元五右衛門様ってこと。これ何だろう。なんか釜、これ釜だけん、だけんこれ五右衛門様った。うん、開けてんね。元五右衛門様でこっちに普通の風呂を作ったじゃない。あ、本当だ。ほら見てごらん。ほら出ました、五右衛門様ですよ、これがね。言ったろうが。だけどさ、こっちからさ、五右衛門様のほらあったかいのが来て、
ここでもお風呂入れたっちゃない？おお、すげえ。ね、ダブルだ。すげえ。ね、すごい。ということは、あ、そっちも蓋取ろうか、2つ。ということはよ。うん、風呂2つある。子供こっちで入れれるやん。わあ。綺麗これ。この間のとこと比べてどう？やっぱ狭い？変わんない。やっぱもうあのこれ規定があるっちゃろうね、うん、大きさのきっと。変わんないっす。ああ、うん、肩まで疲れんね。疲れん疲れん。意外にね。ほら。これ誰？これ誰？誰？誰か分からん。あ、ただ単にあの見て神様が残っとる。お、ダイヤレイン。ねえ、ここも。これな何屋さんだったんですかね。一般宅？一般宅。九州中央山地国定公園。これ千段轟。この奥にね、綺麗な滝があるんだって。これウォーキングコース。ウォーキングコース。うん。平家伝説ね、隠れ里だって。トイレもすごいね。トイレも年季が入っとる、うん、これか。あ、でも日本の滝百選に選ばれとるよ。ほら、だけすごい滝なんよね、これ。なんか上の方から結構落ちとったよ、写真では。ちょっと後であのお土産屋も帰りに寄ってみましょうか。寒いっちゃん、とにかく。この辺すごいね。なんか苔がすごい。ほら、平家ロマンの里だって看板こたられとるけど。うわ、すごか。なんか見て、ここねえ、前住んどったとかな。お店か。あ、なんとか荘って書いてあるの。これで仙丹だって。うわ、すごい。なんかすごいところ。わあ、ここ見て、ほら、薪とかだけ。薪たく、あの家の中であれするっちゃね、薪たくっちゃろ。だって寒いもん、めちゃくちゃ寒い。ここはね、あの冬は雪がね、積もるって。なんで今日そんなハッスルしとんの、はい、ハッスルしすぎた。これはいいっすよ。昨日はさ、貸し会でハッスルしてさ。いやいや、またそのハッスル度合いが違うっすよ。そうやんね。違いますよ。遊園地とここのね、山奥の僻地じゃ違うわな。人工と自然の違いですよ。そうだ、やっぱり自然はいいね。なにこれ。あ、神様や、ほら。あとお参りしとき。三人見とるよ、ほら。神様が。うん。お金入れてないやん。はい。お金入れりって。お金？あんた、ただで、あんた頭下げたって段かなわんって。うん。いつも言いようやん。あそこ、タヌキが埋まっとる。ほら。ねえ、結構道がこれさ、ハード。ねえ、ハゲコ。道がハードって。意外に。どこ？あ、ほんとやん。何あれ？廃墟やない？廃墟。すごいすごい。見て、この橋のこの苔。苔もいいですね。苔もすごいよ、ちょっと。ここから微妙に見える、さっきがいい。どこ？あ、あそこか。微妙に
もうちょっと下らないけんね。あ、すごいね、ここ。これはすごいとこ。とってもすごいとこ。シーバ村とかそんなめちゃくちゃすごいけん。あ、あれか、ほらほら、滝。あ、お、これも昔お店やったとこの、なんかすごい、これ、立ち方。なんか、ちょっと待って。怖いね。地震とか。五箇野荘では昔から滝のことを、とどろと呼んでいたらしいです。千段の滝はですね、高さ70メートル、幅3から4メートルだって。滝壺は4メートルもあるようですね。行ってみよう。この売店がすごいねえ、レトロ。あ、なんかすごいいろいろ売っとる。椎茸大きいよ、めちゃくちゃでかい。これ400円。 このでかさで、てかめちゃくちゃでかい。この店本当、え、今日まで。そう、どういうこと。もう今シーズン終わり。あ、シーズンごと。シーズンもう今日で終わりです。え、マジっすか。これちょっと買いたいかもね。400円。でもう今あの残ってるところが、だからクレコの当主だった人はいない、もう亡くなって。当主だった人はその村を治めとった庄屋さん、はい、でクレコな、クレコの村を治めとった庄屋さんはもう亡くなられました、うんうん、で家はその後のところはなんか、神楽殿、神楽の舞う、あの、うん、クレコ取り、プレコ取りの鐘をこうつけて、はい、こう踊るのがあるんですよ、うん、でそこの、うん、横に立っとる、あ、その横に寸胴になった人はその昔そこの村を庄屋として治めとったところはもう亡くなられて、その横にこの拝殿ができてるみたいですよ。神楽拝殿っていうのが、うん、へえ。今度はシーバルは、シーバルの今尾形家っていうところが平家のあれなんだけど、はいはい、そこも当主はいません。うん、あ、もう死にも渡ってしまいました。 死が経営しているっていうか、うんうん、でその昔 の家の名残を残してあるたね、うん、まだあの死がほら屋根替えをしたりとかいろいろ、で尾形家っていうところが、そこ今度はあのもう一つ萩の桜荘ってあるんですよね、はい、あの そこも昔そこの部落を、集落を治めとったところ、あの昔あの桜荘へ五郎ってあの一揆を起こした人、あの、うん、あのほらあの百姓の一揆、千葉県、うん、でそこは出身がこっちで向こうの方に行って、うん、そのだけで名前が桜って、その、ね、花の桜かなと思ったら、その桜宗五郎園の門の名前がその桜宗につけてある。でそこが平家なんですよね。あと今度は菅原道真公の子孫っていうのが象座家、象座家、ね、でそこともみ木にでき、もでももみ木がどこのどこがそのあれだったかはまだ分からなくって、もう、まあ、元そこにあったよねっていうところはあるらしかですよね。これがね、ほら、あの都この上か幻か、うん、ね、平家でほら、ね、あっちの方に追ってきなよかったけど、では山の中に落ち込んで、山の中にほら逃げて、ね、山、また山のその奥へ、ね、落ちていくこそ哀れなりて、でこういうところでね、もうほらずっと暮らしとったって、うん、でここは五箇野荘隠れ里で、2番はこの千段を歌ってやるんですよね、うん、ほら平家に鬼人の紅のる桃みじがね、でそこで3番になるとほらクレコ踊りね、うん、でこのほらクレコ踊りの楽のこうチンチンとね、うん、歌って、はいはい、そして今度はほら草の湯織に冷えのお粥を食べながら、うん、もう都を忍び落ちびとはと、へえ、でもうほらもう余波にね、前一つ伝えとこう
まあね、他の賞にこういう歌があるんですよ。あるんだ、うん、でなかなかね、うん、歌う人がいなくて、うん、これ誰が歌ってんの？これね、昔も何十年、もう何十年前にね、うん、歌が、レコードとかカセットみたいなのがあったんですよ、うんうん、で私も持ってたけど、うん、なんか去年なんかね、これカセットに入れようか、カセットかかろうと思って、うん、探してもどこにやったかわからなくなって、うんうん、いいとこなのにね、五感賞すごい。綺麗でしょ。綺麗。紅葉すごいよね。そうですそうです。うんうん、今一番綺麗な時でしょ。切ってあると思うんですよ。ここね。うんうん、さっき滝見たよ。占いの人とか、そこは本当かわからないよ、うん。占いの人が言うには、うん、ここ、うん、ここにね、龍がいるって言うんですよ。ここに龍。ここに龍がね、いるじゃん。見えるでしょ。見えし。五感賞秘境って書いてあるよ、ほら。秘境なんだって、とにかく。で、これ、象酒。こっから見れるんですか、中。行きましょうか。あれ、菅原家よ、ほら。だから、菅原道真公のご子息ってことだね。うん。お母さん。ねえ、お母さん、ここ、象酒は、菅原道真公の、誰に当たるの？菅原道真公の子孫になったんですね。ずーっと代々。代々？ 49 代目ですけど、はい。49代目？はい、49代目。すごいね。はい。ご先祖が入ってからですね、1098年ぐらいになるそうですもん。こっちに、ご感想に逃げてきてから。へぇー。そうなんです。で、大門も49代目になったんです。すごい。ということで、住んでおりましたけどですね、うん、見学のお客さんが増えるようになりましたもんですから、うん、平成7年から、うん、の見学施設として開放されました。で平成4年まで私は住んでました。ほら、住んでた、ここに住んどったの？そうです平成4年までここは道真公に住んで、兄弟2人がですね、うん、道真公が亡くなられたってこちらに逃げてきなってみで、うん、二部落は一応道真公の子孫、あとの三部落が平家になってるんですよね。で五家の家になって、五つの集落のことを五家にして、うん、どうぞこれになって。え、これ当時使ってたもの？そうです。これはまだ切り方です。ここはですね、うん、民宿として最初使ったものです、うん。最初というかですね、昭和46年から。で、切り方ですけど、部屋が足りないもんだから、部屋にしてくれたものですから、一応ご感じで。あ、これがお話してくれるんだ。ご感じで。ご感じで。日本語。ご感じ。新年度。寒かったです。上がっていいですか？お邪魔します。お前が2カ所を支配していました。サングラスで仕上がるクレッコ、花が平家伝説の本です。伝説によりますと、菅原道真は91年に藤原時平の陰謀により太宰御用僧として九州筑前の国に建てられました。当時道真には子供がおります。おお、わあ、すごい。梅の。これ新しい。あ、本当だ、ね、これ。これすごい。これ結構大変やろな、この。これ職人さんがね、本当いないからね。かやぶきのやつ。大変ですよ。Thank you.
裏から逃げれるようにというような感じで作られた。え、いいですか、行ってみて。あ、どうぞ、見られてください。隠し部屋。まあ、大丈夫です。わ、ですけど、ここは大丈夫。わ、ほんとだ、隠し部屋。ほら、すごい、ここが隠し部屋か、ね、すごいね。お、こっちも何、こっちも隠し部屋。ちょっと暗くて見えんね。部屋っていうか物置か。置き場所。物置やね。すごいね。当時のままよ。すごい。だって昔の建築ってこの釘を使ってないっちゃね。これね。めっちゃ暗い。ちょっと、あ、明かり。懐中電灯。電気、電気。お、すげえ。電気がないと見えないよ。汚れますか、気づければ。懐中電灯あったすーげー、これおいすー。ちょっと待って、わー広いね、ここ。いや、天井も高いし。なんか昔はその太鼓とか買ってたんよね、ここで。そうよ、大体そうよ。へえ、これさ、屋根とかも作りがすごいんだって、上。こんな感じなんよね。えー、な、広いね。めっちゃ広いですよ。うん。うわぁ。怖ぁ。怖い。これめっちゃ怖い、なんか今年の1月とかだって大寒波来たじゃないですか。でも、あの、積もらんでる。積もらんでる。マジで。いつもはですね、30センチぐらい。30センチも積もるの？何度も、いや、まあ、横振りです。何度も積もりだけど、もう2年間積もらんとでした。わぁ。異常も異常ですね。だから雪積もったら、ほら、買い物とかも行けんけん、うん、ね。もう今はほら、冷蔵庫やらあるけんですね、ほら。うん、1週間分ぐらい買いだめするということでしょ。あ、やっぱみんな買いだめやないと。移動販売者の人は、もう雪が積もったら気の花です。あ、そっか、移動販売者が来るんだ。毎週来る。そっかそっか。移動販売車がね、それ用に入れてからほらですね、うん、タイヤも買いにゃんし、気の花です。で、去年のまた災害で、うちも水害になってしまってですね、やっと今工事にかかったちゅうことです。でもやっぱすごかったんですか、雨は。3時間半ぐらいすごかったですね。一気に土石流が上から来ましたよね。上からです。川から上がった水じゃなくて、もう床下浸水ですよ、ほら。上から見る。向かったんですね。もう駐車場。あ、そうそう、うん。ちょっと外から。やっぱ止まれるね、舐めるように。なんか止まれる、ね、8700円。お食事は1泊20。あ、ほんとはいいじゃん。で、なんか1万円までなんか通話してくれる、なんか追加で貸してくれれば、うん、なんか補助金が出て、なんか4000円とか5000円止まります。あ、じゃあ料理を豪華にすればいいんだ。 そしてこれが菅原総酒のお嬢。これ綺麗になっとるね。さあ、そして、子守歌でも有名ですね、五木村にやってきました。いや、今日はさ、すごい、秘境巡りだよ。すいません、そこの、
素敵なお兄さん。もしかしてイケメンのお兄さんですか？すいません。いつきの子守歌流れてますよ。あ、歌ってください。どんな歌か、はい、聞けよ、ちゃんと。バカタレ。はい、聞いて。はい。静かにして。これがいつきの子守歌だ。初めて聞きます。学校で習っとる。どうの習った。いや、習ったもんね。本当にみんな知っとるって。ここはね、40年代と50年代の違うところなんですね。バカだ。あ、ちょっとベタベタして。じゃあ待ちって、ちゃんと説明ばせんか、ほら。はい、説明してって。はい。なんで歌聞けたの？あのね、はい、だけん、私たちは、どっちから来たっけ？岡野省。だから、こっちからです。そうそう。445号線、これをね、ずっと待ってたよ。下ったね。すごい、この辺も大自然がいっぱいやね。すごいです。お家も良かったね。すごいですね。感動したろ。ああいうの好きやろうがね。なんか気持ちいいっすよ。気持ちいいね。いつきの子守歌この人知らない。そう、初めて来ました。流れ降り、はい、らしいです、うん、見たいですね。知らんの。知りません。それいかんよ。それ YouTube で。ちょっと待ってください。あんたこれ日本人として恥じた。いや別にいいですよ。初めて聞きましたわ。だから今聞いたから恥じゃないんですよ。だから観光協会行ってこい、ちゃんと。知らないんですよ、この人。僕初めて聞きました。いつきの子守歌有名なのに。成長のいつきの子守歌なので、ちょっとあの普段で、あの本当は歌えるんですけど歌わないんですよ。だから代わりに歌えないんですよ。普通のいつきの子守歌ってどんな歌でしたっけ。今かかってるんじゃない。いや、これ違うって言ってますよ。あ、違うの。あ、違うの。なんだ。あ、ある。いつきの子守歌の歌詞がある。あるんだ。全然違います。全然違いますよ。嘘ばっか言わないでくださいよ。なんね。嘘つき。うん、熊本も広いね。そうですよね。なんかこれが全部一番なんだなって思ったんですよ。こんにちは。あ、すごい昔のがいっぱいある、うん、見学してもいいですか。すいません。え、これってここで使われてたやつですか、道具。はい、昔ですね。いつきで田んぼのこう牛に引かせてやってたやつです。あ、すごい。うーん、農具ばかりですけどね。これお釜。あのこれは家の中で見てたのお茶を行ったりする釜ですよ。へえ。とか竹の子を湯がいたりとか、うんうん、お風呂はあのみんな家の外にあったり、ね、外ですよね。そうですよね。はい、外風呂と外トイレだったりするんですね。こんなの綺麗に残ってますね。そうですね。結構田舎に行ったらこれよく見ます。まだまだこういうのは、うん、でもこれ最高級品って書いてある。え、でも多分いいものですよ。これは樹、うん、右側のはちょっとよそ隣の村からいただいたものなんです、うん、あ、これ名前がね、はい、素敵。あ、昔の写真もある。はいはい、どうぞ眺めてください。わ、すごい。これ昔の人吉駅だって。これさ、すごい、この乗り物が。お、オートサンリー。うん。こげんやって昔は運び寄ったった。たまらんで、ね、人力や。人力よ、すべてが。見てん、これ運ぶやつ、木炭って。
ほら、すごい。これ大変。いくらつ。この頃は。ワーがあれば足りるとかやん。うん。これとかもね、昭和30年代よ。それ昔じゃないよ。まあまあまあ、そんな昔じゃないですよね。昔じゃないよそれ。うん。あ、なんかもう、あれ昔のような感じがする。うん。写真を見ると。これ結局ダムには埋まらなかったんでしょ？そうですそうです。ね。はい、ダムはできなかったのでですね。いつきの子守歌って結構有名で、ね、でもこれじゃないでしょ、キートンナサットは、うん、多分これではないんですよね。いくつかあるとは聞いたんですけど、結局これが成長なんで、はい、で皆さんが知って見えるのは、あの佐々木雄二さんの編曲による多様曲的な子守歌が全国的に流れたので、うん、いつきの子守歌ができたのっていつなんですか？子守歌ができたのはもうですね、大体昭和24年ラジオ放送で今度流されたのが最初、全国にみんなが死んなさったんですから、その前からある歌で、うん、あ、じゃあめちゃくちゃもう戦前から、もうそうですね、結局子どもたちが高校として、あの子守高校に出されるですよね、うん、戦争前のことですので、うん、その頃に子どもたちが結局我が身を忍んで歌った歌がいつきの子守歌なんですよ。だから終戦と同時にそういうあの制度がなくなって、その高校にやるのはなくなって、うん、義務教育が始まったでしょ。だから結局20年より前に、うん、そういうあの子守にやられた子どもたちが歌ってたっていうから、そうなんだ、へえ。結局あの子供を方向に出すということは、うん、口べらしで出してたので、やっぱちょっと恥ずかしいことでね、うん、人にはあんまりこういうあの大げさに教えたいことじゃないもんで、うん、何年からこういうのが始まりましたよっていうのをはっきりとしたのは残ってないみたいですね、うん、あ、そうなんですね。